この二人は昨年の全九州でも3回戦で顔を合わせています。その時は宮城選手が、判定勝ちでしたけれども、ここ1年荒垣選手も力をつけていますので、どこまでやれるか注目してみたいと思います。ただ宮城選手もこの試合になって、エンジンが全開ですね。動きが良くなっています。今の中段突き聞きましたか。ちょっと荒垣選手押されてますね。ここは荒垣選手ちょっと踏ん張りどころです。荒垣選手ちょっともっと積極的に技を出してもらいたいですね。あとこの中段突きをちょっと体で受けていますので、あの突きをさばかないとちょっときついですね。宮城選手の調子がここで上がってますね。膝蹴りも結構有効です。